今年上半期に倒産した県内企業の件数は43件で去年とほぼ同じ水準になりました一方で今後はゼロゼロ融資の返済の本格化などにより厳しい先行きになると見られます民間の信用調査会社東京商工リサーチ奈良支店によりますと 今年1月から6月に1000万円以上の負債を抱えて倒産した県内企業は43件でした過去20年の同じ期間では2017年2021年に続き3番目に少なくなりましたまた負債総額は前の年の上半期よりおよそ5割減少した31億2700万円でした コロナ禍から続く無利子・無担保融資いわゆるゼロゼロ融資で倒産が抑制されていたと見られています一方で東京商工リサーチ奈良支店はゼロゼロ融資の返済が本格化したことから資金繰りの悪化が懸念されるとしていて原材料価格や人件費の高騰などの要因もあり倒産件数は全体として増加傾向が続くとしています